じゃあまあどういった感じの店なんですかね。はい、帽子専門店で、帽子フレーバーというチェーン店なんですけど、まあ、全国に100店舗ほどございまして。あ、そんなにあるんですか。はい、まあ、岡山は、ここが初出店になります。こちら入ってくると、左手の方が47。この47ってなんか、なんていうか普通の匂いとなんか違いみたいな。メーカーが違うんですよ。あ、メーカーが、はい、へえ。で、まあ、一緒 の、 あのベースボールキャップを作ってるブランドなんですけど、日本だと、千葉ロッテさんとかは、あの47で契約してたりします。はい。あ、そうなんだ。車のところはいつも商品置いてて、今はちょっとポケモンの限定のコラボ商品が入っています。はい、こんな T シャツも入ってたりとか。ああ、必要なんですね。はい、結構いい部分が可愛いです。はい、こちらの部品もニューエラが置いてます。こちらちょっと定番のモデルを並べてます。結構今ってスナップバッグの方が人気が高いんですか。そう、まあ、あのやっぱそうですね、調整できるんで。あ、人気ですか、ポケモンは。そうですね、ポケモンめっちゃ人気で、はい。でも限定ってわけじゃない感じなんですか。あ、限定です。あ、限定なんですか。はい、これ3月の限定のやつでコラボ。ああ、はい、じゃあ数に限りありみたいな。そうですね、毎月毎月あの限定品っていうのが入ってくるんで、それの3月分のコラボがポケモンなんです。2分の1が、はい。お、あ、お、行きましたね。これ、うん、ポケモン決定でいいんじゃないですか。取りに行く。もう靴下も置いてます。で、靴下なんですけど3足1000円です。おー、すごい、はい、なんか1100円で、はい、するんですけど、27、29っていうあの大きいサイズがあるんで、足の大きい方でも2階もあるってことで。あ、そうですね、ちょっと案内してもらいたいんですけど、はい、いいですか、はい、じゃあアパレルのコーナーになるんですけど、こちらあのパフォーマンスアパレルといって、あの、まあ、トレーニングウェアとかパランニングとかそういうのに使えるものになってます。こちらがあの先ほどの方にあったあのパフォーマンスアパレルの、こちらウーメン、あの女性用のものになります。はい、こんな感じであのマネキンに着せてる感じで、はい、運動ちょっと上にもサングラスとあのゴルフのヘッドカバーとかも置いてるので。あ、ヘッドカバーなんですか。はい、なんかなと思ってこの可愛い小物みたいなね。可愛い小物ですね。はい、ではゴルフのちょっとこういうバッグも、はい、でバッグで言うと普通のバッグもちょっと後ろに、そうですね、バッグで言うと後ろにこういうゴルフのやつもいますし、あの、まあ、今の季節あの新生活で、まあ、新しく高校に上がられる方とかそんな感じでこういう大きいバッグもあるので、はい、でこちらは、アウトドアの商品になってます。はい、結構あの生地もしっかりしてて、そうですね、撥水でこの山とかでも使えるようになってるので、はい、フォービラっていうのは結構あのニューイラのフライトとかにもたまりついたりはするんですけど、まあ、あの軍人用 の、 あの服とかにも使われたりするぐらい結構あの生地がしっかりしてるものになります。はい、はい、ニューイラのフライトついてて、はい、ですけど、こういう球団のこれはオークランドアスレチックス、はい、のロンティーがあったりとか、普通の、こういうニューイラのロンティーになります。男性用のゴルフのウェアがなってます。はい、で結構これあの生地がちょっと触っていただきたいんですけど、お結構、はい、生地も良くて、動きやすそうな。でお値段もそこまで9350円、そこまで、うん、あの生地の割には高くはないんですよ。はい、なんで結構おすすめではあります。でこっちも一応ゴルフの帽子なんですけど、まあ全然ゴルフじゃなくても普通にタウン使いもできるとは思います。うもうこのゴルフ の、 あのウェアっていうのはほぼほぼもう限定品でもなくなったら終わりで、はい、ああ、なるほど、そうなんですよ。あ、そうなんですね、もう、はい、変わる変わるで、そうですね、シーズンごとにっていう、はい、ゴルフもそのずっと入る定番品っていうのはもうあんまりなくて、はい、シールでゴルフ、あ、ほんまですね、ちゃっかり書いてます、ちゃっかり、これいいですね、これポイントです、はい、でちょっと横にもこのゴルフのクラブが、あ、いいですね、なるほどなるほど、ですけど。ゴルフ用なんですけど、一応 LA とか、はい、ドジャース、はい、はい、大谷のところも入ってたりとか、で一応こっちにはあのゴルフのバッグも、このヘッドの、ね、はい、先ほどの、先ほどのちょっとこのカバンもさっきあの、うん、売れました、はい、あ、そうなんですか、はい、これ一応あのゴルフのマーカーでして、はい、ニューエラのマーカーがあります。はい、こう今は話題のサウナハットです。いはい、サウナハット、それかぶってサウナ入るんですか。あ、そうです、そうです、何でもあるんですね。はい、
かはまあ定番であったりもするんですけど、こっちとかは限定なんですけど、はい、普通の T シャツも、はい、ちっちゃいキッズ用のニューエラのシャツもあるので、はい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 、これもあの身長10センチごとに あったりするので、サイズも結構豊富なんで、はい、お子さんでも T シャツになります。はい、どうですか、やすくん、ニューエラロゴ、まあ、シンプルで着やすい感じですね、はい、どうですか、サイズ合うんですか。サイズは多分太ってきたんでちょっとちっちゃいかもしれない。まあ4000とかなんで、はい、ああ買いやすい、そうですね、はい。ちょっとやすくんのわがままタイム。どうしましょうか。もう、ま、回すの考えたらやっぱ話題性でポケモン、そうそうだね、そうだね、ポケモンっすよ、そうだね、そうだね。いや、カビゴンにしましょうか。ま、まあ、それでも全然食べますよみたいな、そう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 、食べてよく寝ますよみたいな。はい、じゃあこれにします。はい、はい、ちょっとかぶってみてください。これかぶってみましょうか。はい、どうですか。いいじゃないですか。カビゴンとソックスを、どうですか、今日の感想というか。いや、種類が多くて結構迷いますね。確かに、いろいろ、まあ、服もあったり限定が結構熱いんじゃないかなっていう。確かに毎月変わるってことで、毎月着てもいいのが、新しいのが見つかるんじゃないかな。はい、ということで、はい、ぜひ皆さん来てみてください。